こんばんは、大島たくみです。たくみクロージングチャンネルを始めたいと思います。今日のスタイリングなんですけども、マルジェラのネイビーのカーディガンを貼りまして、ラコステのグリーンですね、でリーのリジットデニムを履いたスタイリングになっております。で今日は久しぶりになんか涼しくて30度いかないぐらいの気温だったので、カーディガンを着てラコステ履いて、でまあショーツだったんですけども、まあ、そういうスタイリング、レイヤードをしたスタイリングになっております。今回も簡単に告知をさせていただきたいと思います。私が行っておりますツイッターがございます。日々何かしら洋服に関することをつぶやいておりますので、ぜひ興味がある方はチェックをしていただければと思います。それでは今回の本題に入りたいと思います。今回はですね、私が行っておりますインスタグラム7月号ですね、一番いいねが多かったスタイリングをご紹介させていただきたいと思います。早速そのスタイリングがこちらになります。簡単に詳細を説明させていただきたいと思います。まずブルックスブラザーズのネイビーのキャップをかぶりまして、ジャングルファティーグで、ビッグヤンクの半袖のシャツですね、これはシャンブレーっぽいシャツを着て、ビームス F のオリジナルで以前購入をしたネイビーと赤とイエローのネクタイで、リーバイスの517ですね、でクラークスのデザートブーツも入ったスタイリングになっております。まあ割と大島的なスタイリングっていうタレなんですけども、皆さんが大島ってこんな感じのスタイリングだよねっていうイメージされる時の、まあ一番初め結構出てくるスタイリングの一つかなっていう感じがしていて、まあ自分でもお気に入ったっていうとあれなんですけども、久しぶりにこの感じをやってみようと思って組んだスタイリングになっております。ここ最近ジャングルファティーグにネクタイにっていうことを、まあそんなにしていなかったんですけども、まあ、この時は久しぶりにやってみようと思って組んだスタイリングになっております。で色使いなんかも、まあ、そこまで大きくずらすことをなくというか外すことをせずに、まあ、ネイビーのキャップ517のネイビー、ネクタイもネイビーベースにしている、まあそのあたりでスタンダードな私の好きなスタイリングを組んだっていう感じですね。でまあ靴もデザートブーツにしているあたりが普通なというか、そんなにこう外しのないスタイリングにしているかなっていう感じですね。でまあ以前もお話をしておりましたが、まあ半袖シャツを着て羽織物をしている、まあ7月のこれ十何日とかだったと思うんですけど、まあ、十分気温としては高い暑い気温の時だったはずなんですが、まあ半袖シャツにすることによって、まあ、そこまで暑くなかったなっていう、長袖だと長袖が重なる部分が2枚あるのでさすがに暑いんですけど、まあ、半袖だったんで割とこう軽く切れたかなという感じがしています。でまあ本当に私にとってはこうすごくベーシックなコーディネートなので、ここを特にこだわりましたっていうところはそれほど実はないんですけども、やはりこういうコーディネートをするときに結構ポイントになってくるのはやっぱりネクタイなんですよね。まあ私にとってはこう唯一のアクセサリーといっても過言じゃないアイテムであるネクタイなんですけども、まあ、このネクタイ、今回このネクタイを組んだこう一番のポイントというか、なんでこのネクタイにしたかっていうと、できるだけこう地味になりすぎず、そしてできるだけこう派手になりすぎないように、ジャングルファティーグってやっぱこう割とこうくすんだアイテムだと思うんですけども、まあそこにまあ程よくこうポイントを作るというか、程よくこう花を添えられるような色を入れたいなと思いまして、このネクタイを組んだんですけども、まあ先ほども言いましたが、ネイビーレッドイエローというこの3色が使われたネクタイなんですけども、単純にイエローとレッドだけを使ったネクタイにしてしまうと、どうしてもこう他のアイテムとの馴染みが悪くなってしまいますので、基本は絶対にネイビーベース、ネイビーもしくはネイビーがこうたくさん使われているものにしようと。でそれでいて差し色でイエローだったり、もしくはまあ鮮やかなグリーンだったり、まあ、何だとピンクだったり、まあ、そういう色が入ったものにしたいなっていうところで、まあ、いろいろ探していたところ、まあ、これが一番しっくりくるなと。やっぱりなんでこのネイビーベースにしたかっていうと、言わなくてもお分かりになる方多いと思うんですけども、まあ、ジーンズだったりキャップがネイビー、あとはまあシャツがブルーだったりするっていうところで、まあ、ネイビーがやっぱり一番つながりがこの場合いいなっていうところの、ネイビーのチョイスになっております。なので、まあ、これが例えばネイビーベースに、例えば白とブルーとか、あとは
白とグレーとネイビーとか、まあ、よくある配色だと思うんですけども、こういうことになっちゃうと結構地味なんですよね。なのでネイビーベースにイエローとレッドが入ることによっていい意味でこうポイントになってるかなと、アクセントになってるかなという感じがしています。なのでまあこう今回のこのスタイリングにおいてはもう本当にネクタイを何を持ってくるか、どういう色でどういう配色でどういうパターンのネクタイを持ってくるかっていうところが、まあ、一番のこうポイントだったかなという感じがしています。あとは517っていう少しこう裾が広がっているシルエットのものに対してデザートブーツを合わせるとか、そういうところもまあ私の好きなこう組み合わせの一つになりますので、まああのブーツカットまだまだ私の中ではこうトレンド入りしているアイテムですので、まあ、ぜひ皆様もこうブーツカット517、646、まあリーバイスだったらそのあたりになりますし、まあリーとかでもいろいろ出てたりしますので、まあ、ちょっと注目をしていただきたいなと思っているシルエットになります。まあ、ちょっと今回簡単ですけども、まあ、割と話すことがないというか、あのいつもやってるスタイリング、よくやっていたスタイリングの一つだったので、まあ多分いつもの大芝居だと思っていただいたんじゃないかなと思うんですけども、まだまだいろいろスタイリングを挑戦していきたいなと思っておりますので、あのインスタグラムもぜひチェックをしていただければと思います。それでは、今回の匠クロージングチャンネルを終了させていただきます。どうもありがとうございました。